生活への力強い賛美心から感謝いたします今日私は出世時時十二章五節から8節の御言葉を通して苦なを添えて食べなければならないという題名で御言葉を語りたいと思います苦な苦い野菜ですね苦な今日の本文は杉越の祭りを に関すする内容でありますイスラエルの人々がエジプトで暮らしていてから出るときに銃の災いを通してエジプトを撃たれましたそして最後の災いが調子の災いですねしかし家々ごとに子羊の血を塗った場所はその家は 死、えー、の使いが、えー、そこを過ぎ越して塗られていないところだけを、えー、滅ぼしたわけですねその過ぎ、えー、越しの祭りについて語りながら、えーえー、詳しく、えー、どのようにこの祭りを守りまた何を食べるべきなのかを記録されているわけです。過ぎ越しの子羊を 取ってからから焼ななけければいけないとまたその日のうちに全てを食べなければいけないとまた、えー、骨は折ってはいけないとかいろいろと正確に詳しく記録されています特に今日の本文を見ると苦菜、えー、を添えて食べなければいけないと語っています今日私はこの部分について見てみたいと思います なぜ神様は苦縄を添えて食べなければいけないと語られたのか見たいと思います。皆さん苦いものを好む人は多くありませんよね。えー、大人になっていくと年を取れば取るほど苦いものがどん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 、えー、好んでい、えー、くようになるわけですけれども子どもの時は甘いものばっかりですよね。コーヒーヒも、えー 若いうちにあまり飲まないんですけれども、年を取れば大人になるとまたそのコーヒーを探し求めたりするわけです。今日は私は、にガナについて見てみたいと思います。まず一番目に、にがナの救済的な意味について見てみましょう。にガナの、えー、救済的な意味。このにガナというのは苦難を象徴しています。過ぎ越しの祭りを代々しっかりと守らなければいけないと。 語られれたわけけですけれどもユダヤ人たちは今もこの御言葉の通りに守っているわけですね。家庭ごとに集まって、えー、子羊を食べるとき、この吸い腰の祭りを食べるときには、荷がなをしっかりと添えて食べます。そうすると、子どもたちがなぜこの荷がなをおいしくないのに食べなければいけないのかと聞くわけですね、尋ねるわけです。そうすると両親は 聖書に記録されれていいいることを説明しなければいけないわけけけばわですよね私たちの先祖がエジプトにいる時に奴隷として苦難を受けていたんだとそれを覚えながら神様が私たちの先祖を猛省を通して救われたこと解放されたことまた先民のイスラエルとして建てられたことそういうことを覚えなさいとそうやって覚える えー、ことを教えなければいけません。それが苦難をそいつ食べる理由なわけですね。イスラエルの人々はユダヤ人ですよね。ユダヤ人たちの,この歴史を見てみると、あらゆる苦難を受けています。迫害も受けました。イエス・キリストを信じないで、えー イエス・キリストを十字架につけたため苦しむそういう民族になってしまいました。国も奪われてしまいましたよね。しかしその反面多くの祝福も受けた民族であります。多くのユダヤ人たちが多くの祝福を受けて今え暮らしているわけですけれども、その祝福された理由の中の一つが彼らが受けた苦難についての態度が 正しかかったからでであるとということはできます体験的にだけでも御言葉をしっかりと守っているからこそ祝福が与えられているわけです。荷がなを添えて食べなさいとえ語られたその内容をですね、3500年以上経っているにもかかわらず、今もまたこのみ言葉を守っているわけです。 この御言葉の意味を守るか悟るか悟らないかは別として、この形式的にもこの苦難を添えて食べているわけですよね、今も。では私たちはこの苦難についてどのような態度を持つべきなのか、今日は私は見たいと思います。2番目に苦難に対する態度について見てみましょう。今日このメッセージを語ろうとしたえ理由がですね、 ユダヤ人のカレンダーを見るとティシャーバーブという暦その祭りがありますティシャーバーブこれは単純にですね5月9日という、えー、意味なんですけれどもアブというのは5月ですね5月そしてティシャというのは9という意味ですですから5月9日という意味なんですけれどもなぜこれを、えー、彼らが守るのか これは聖書的なものではありません。ユダヤ人が守っている暦なんですけれども、5月9日はユダヤ人に対して見ると重要な日であります。イスラエルの民族に大きな災いがありました。災難がありました代表的な出来事が何かというと、ソロモンの宮がこの日に破壊されました。 この事実だけを見てもですね、大きな理由となるわけです。5月9日のこの出来事の中で、いろいろな出来事があったんですけれども、聖書的な内容はこのソロモンの宮の破壊された日であります。大きな出来事ですね。神様を信じて聖殿中心の歩みをしていたわけですけれども、その神様がおられると信じていた。 がが火に燃えて全てがなくななっってしまったわけですなぜこのようなとことが起こったのかと考えたでしょう5つのことについてその理由を見てみたんです考えたんですけれども彼らはカナンの地に行く前に12人の石こを送ったわけですよね40日間。 10人は不信仰な報告をしました。その結果、40年間を荒野で歩む裁きを受けたわけですけれども、この不信的な報告をしたのも5月9日だと彼らは言います。聖書的に見ても主張することは事実、聖書的だとは言えませんけれども。 シナイさんから出ていて見るとですね5月9日にえ起こることはできないんですけれどもユダヤ人たちはなぜソロモンの宮が破壊されたのかその理由について神様にえ自分自身の,その先祖の間違いをですね今見つけようとしているわけです。 歴史を遡ってみると、このような出来事があるのではないかと、そのような理由ではないかと思うわけですね。ヘロデの宮も破壊されたとか、ローマ人に革命を受けて争った時に50万人が死んだわけですけれども、その日も5月9日だと言ったりだとか、また1290年度にイギリスで、 ユダヤ人が追放されたそうですけれども、その日も5月9日だと、スペインから追放されたのも5月9日だと、歴史的な根拠はないわけですけれども、もうそのような意味をですねこの5月9日に合わせて語るわけです。列王紀二25章8節から9節を見ると、レブガデネザルの第19年の5月7日にバビロンの軍隊が来て、エルサレムを焼いたと語っていますね。 またエレミア52章12節から123節を見ると5月11日までエルサレムを滅ぼしたと語っていますね。ですからユダヤ人の考えでは5月9日に聖殿が焼けたんだと考えるわけですね。ではこのような日をなぜ立てたのでしょうか 例えば祭りというのは喜びの日であります。国に良いことが起こった時に記念するわけですよね。解放の日だとか独立記念日だとか。しかしこの日は悪いことだ出来事だけが起こった日なんですね。ではなぜこのような暦を立てたのでしょうか。これは自分たちの先祖の過ちをもう二度と繰り返すことがないようにと。 いう考えででてたわけですそしてなぜこのような悪い出来事が起こったのか自分自身のその暮らしの中でまた自分たちの民族の中でしっかりと、えー、見ることができるようにしたわけですね。聖書的な出来事、聖書的な、えー、ものであるとは思いませんけれども。 私たちはこの小読みを通して彼らの態度を見なければいけません。世の中の人は、悪いことが起こると、神様に恨んだりするわけですよね。それは間違った態度であります。聖書では、悪の根っこ罪の根は、 人間の堕落にあると聖書は語っていますしかし世の中の人はそう考えないわけですよね。神様を信じない人もなぜ神様を信じないんですかというと、一番言うことを最初に言うことがなぜ神様がいるならばこの世に悪があるんですかというわけですよね。彼らには心の中にそのような悪い 出来事が神様から与えられるものだと考えるわけです。しかし聖書ではそうかん語ってはいませんよね。悪とすべての苦難の根,根は人間の堕落にあると語っているわけです。人間が不従順し、神様から離れたためにこのような過ちが、また苦しみが訪れたわけです。 また神様の愛の表現がまたここに、えー、あるわけです。それは何かというと私たちに自由の意思をくださったということです。神様私たちを愛してくださって私たちをロボットのように作られたのではなく神様の形にかたどって自由な心を持って歩むようにしてくださったわけです。選択する、えー、そういう自由を与えられたわけですね。 好き勝手にするんではなく悪を悪と善を選択することはできるようにされたわけです。例えば、ある男性がですねお、ある女性を愛するとしましょう。告白しようとするわけですね。私はあなたを好き,好きですと。愛していますと。付き合ってくださいと。言うんですけれども。 女性がですね、拒むわけです。嫌ですと。もう一度、告白して、告白して、10回はしなきゃいけないですよね。告白するんですけれども、拒まれるわけです。例えば、力がある男性だったらば、女性を奪うこともできるでしょう。しかし、それは犯罪ですよね。そのように、神様は人間を愛するからといって、 告白されるんですけれども、また私たちに告白して一緒に暮らそうと、神様は私たちに近づいてくださるわけです。しかし人間は拒否するんですね。あ私のタイプじゃないですと、神様は嫌ですと。そうならば、神様が全知全能な方ですから、私たちをしっかりと奪って、ですね、えー、捕まえて暮らすこともできるでしょう。しかし神様はそうされなかったわけです。 私たちを愛しているからですね。本当に愛しているのはどうす,どうするんですか、ね、諦めなければいけないわけです。神様もそうやってするしかなかったわけですね。ローマ1章24節を見ると、ローマ1章24節を見ると、神は彼らが心の欲情に駆られ、 自分の体を互いに恥ずかしめて、けがすままに任せられたと語っていますね。それが悪の原因となったということなんです。アダムが堕落したことがその悪の始まりです。それを健在と言いますよね。もともとの罪、健在、アダムの罪です。アダムが最初犯した罪が健在なわけです。 そのアダムの罪が私たちの血に今流されているわけですよ、ね。私たちも持っているわけです。ですから聖書は基人は一人もいないと語っています。ローマ3章4節ですね。ローマ3章4節を見ると、人はすべて基人ではないと。またローマ3章10節を見ると、基人はいないと。一人もいないと。神様だけが基であると語っています。キリスト教では、 すべての人間は罪人として生まれてくることを教えていますよね。これについて、教会に通っていない方々は、えー、受,け入れ受け入れられないというんですね。例えば、生まれてきたばかりの赤ちゃんがなぜ罪人なのかというわけです。しかし、人間というものは、えー、このキリスト教の教理の意味は何かというと、 すべての人は、えー、罪に対する、えー、俗をも属性を持って生まれてくるということです。赤ちゃんが罪を犯したというよりも、その赤ちゃんの中にも罪を犯すことになる、えー、気質があると、属性があるということです。ですから、成長すれば罪人になるということを意味するわけですね。ですから、すべての人間は罪人であると教えるわけです。 この罪は神様を離れることによって出てきたものです私たちの中にはもともとの原罪だけがあるのではなく遺伝罪があります遺伝の罪先祖たちが犯した罪も私たちに流れるわけです、ええ、遺伝の罪先祖たちの罪ですねアダムから今まで私たちまでどれほど多くの人が生まれてからまた死んでいきましたか その多くの人が罪を犯したわけですけれども、その罪が私たちにも今流れてきているわけです。その罪は消えてしまうのではなく、どん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 大きくなって私たちに今流れてくるわけですよね。多くの罪と悪が私たちに今下ってきているのかを見ることができるわけです。またある人は、では、 自然災害についいて言う人がいるわけですね神様がいるならばなぜ自然的なこういう災害が起こって人々が多く死ぬのかとどうやって説明するんだというわけですあなた方は神様が良い方だと言っているけれどもなぜ災難が起こるのかと災害が起こるのかとしかしそれも同じように堕落と関連しているわけですこの世の中を神様は作られてから 私たちに与えられたわけですよね。人類に、人間に与えられたのがこの世の中です。パン物の主人公として私たちを建てられたわけです。しかし、この世を治めなければ入れない、ならない人間たちが堕落したわけです。これは霊的な意味を表しています。またもう一つの理由が、自然界が完璧で問題がなくて、 良いならば、あ、ま、とまた人だけが堕落したならば、それは罪の恩室となるでしょうああ。この世の中は問題がないと思いながら自分も完璧なものだと錯覚するわけですよね。ですから、この世の中にあらゆる災害が起こり災難があるけれども、そのような出来事を通して私たちの罪を示すために、罪を悟らせるために、罪を悟らせるために、 あらゆるる出来事を起こされるわけですそれを示している聖書の箇所がアモス4章6節以下にありますアモス4章6節から11節を見ると六節を見るとですね神様はパンをなくしたと語っています食べるものをなくしたわけですしかし私に帰ってこなかったと主は言われるわけですねまた7節から8節を見ても雨を降らさなかったと 雨を降らさなかったためにえ乾いたわけですよね。しかし、私に帰らなかったと。また、旧雪にもえあらゆるえ災いによって実りを結ぶことができなくしたけれども帰らなかったと。あらゆる疫病を送ったけれども私に戻らなかったと。また、町を壊しても私に戻らなかったと。 なぜですかこれはあらゆる災いを通して神様に戻ることができるようにと、悔い改めさせるために与えられたわけですけれども、帰らなかったと語っているわけですね。神様は人々が神様から離れて自分自身の力で暮らして、 またこの世の中で楽しんで、ね、暮らしながら永遠なる地獄永遠なる苦しみに入ることを求めておられる方ではありません神様は天国にいて永遠に喜びの世界で暮らすことを求めておられるわけです天地万物の創造の原理を見てもそうですよね想像された時この世の中がどうでしたか創世記一章二節を見ると 血は形なく虚しく闇が縁の表にあって神の霊が水の表を覆っていたと語っていますね。しかし想像される時に秩序のある世の中を想像されるわけではなく分離されたわけです。地の形なく虚しく闇があるところはあちら側においてこちら側には秩序あるところ。 光の世界を作って分離されたわけです。区別されたわけです。そして、この中に神様の恵みがですね、えー、共にあって守られているということを意味しているわけです。なぜこのようにされたかというと、まだこの世の中は罪がある、堕落している世の中であるため、形なく、また、えー むなしく闇があるそういう世界が存在するわけですなぜならばその彼らをですね裁くためまた彼らを、えー、鞭打つためでした皆さん両親どうですか子どもたちを、えー、教える時に鞭を鞭を打つことがありますよね鞭を見せながらあなたは がいうことを聞かなければ、無知を打つよと、聖書でも無知を打ちなさいと語っていますよね。このようなことを通してあ、あ私たちはああ堕落した世の中で暮らしているんだなと、間違った行いをすれば無知を打たれるんだなということを悟,る悟らせるために、この罪ある世の中を残されているわけです。私たちは今、堕落した世の中で暮らしているからこそ、私たちに無知が与えられるわけです。 私たちも罪人であり、子どもたちも罪人であり、この世の中すべての人が壊れて、また罪人として暮らしているわけです。ですから、あらゆる問題が起こるわけですね。信仰生活においても、転倒することにおいても、何をするにしても、自分の思い勝手に成就することはないわけです。私たちの中にまだ罪があるからこそ問題があるわけですね。 代表的な悪は何かというと、えー、夜と海です、夜と海。光と闇を、えー、分けられましたよね。信玄発祥29節を見ると、えー、彼があ海にその限界を立てて、 また、水にその岸を越えないようにとしたと語っていますね。限界を設けられたと。しかし、津波が来たらどうなりますかその防堤を覆って攻め寄せてくるわけですよね。ノアの時なぜ洪水の心配が起こった,審判が起こったんですかその当時の罪人,人たちの罪,罪が溢れてたからです。 ですから、洪水を通して彼らを裁かれたわけですね。罪があるときには、この闇と虚しみがあるわけです。しかし、新しいエルサレム、代表的な悪が何かというと、 夜と海と言いましたけれども新しいエルサレムには夜もなくまた海もないと語っています。目視録21章一節を見ると新しい天と新しい地を見たと語っていますね。ここを見ると新しい天と新しい地を見たまた先の天と地は消え去り海もなくなってしまったと語っています。海もないとこの海というのは不信仰な世界を意味しています。 ヤコブ1章6節を見ても信じないものを何にた例えているかというと海の波に例えています。ヤコブ1章6節ですね海の,この波のように行ったり来たりするとしかしエルサレムにはないわけです。これは新しいエルサレムは信仰によって充満している100%信仰によるものであるからです。 神様を知りなさいと教える必要もないと語っていますね。イザヤ11章9節を見ても、水が海を覆うように神様を敬う知識がこの世の中を、神様を知る知識がこの地に満ちると語っていますよね。 黙示録21章25節を見るとそこには夜がないと語っていますしかしこういう良い日が来る前に聖書ではもう一度大きな観覧が来ることを警告しています神様は審判をされると裁かれると悪人と またこの世の中を裁かれるということを語っておられるわけですね。ですから信じる私たち信徒一人一人はその日に向かって準備しなければいけません。しかしその準備する方法も重要なんですけれども聖書ではいにを覚えることであると語っています。過去を覚えること。 歴史をしっかりと覚えて救済史を学ばなければいけないということです哲学者であるサンターナという人がですねえ過去の痛みを覚えることができない人は過去をもう一度繰り返すと語られました過去を失えばですね過去の失敗をまた繰り返すわけですまたユダヤ人たちの えー、博物館に行くとこのようなことがあります。えー、忘却はの状態を続けさせるとしかし覚えること記憶することは救いの秘密だと語っています。彼らはこのティシャバブのように5月9日、えー、この災難が起こった時を覚えているわけですね。 過去の苦しいその日を覚えながら神様が命令されたように苦いもの苦菜を食べながらもう二度とこのような間違った過ちを繰り返すことはないように努力しているわけです。愛する皆さん未来の祝福私たちの未来の成功の可否も過去をどれほど悟って また、苦難に対する態度がどのようなものであるかを、その結果によって変わっていきます。神様を敬み、恨み、また、不平不満を言う人は、成功することはできません。しかし、苦難が来ても神様の前に感謝をすることによって、私が間違っていたんだなと、神様は私たちを愛して、私にこのような、 無知を下さるんだなということを悟ってですね神様の前に祈る信徒には必ず祝福してくださると語っています。詩篇119編7 1編71節を見ると苦難を受けること苦しみにあったことは私に良いことですとこれによって私はあなたの掟を学ぶことができましたと語っていますよね苦難を受けることが私たちにとって有益だと良いことだと。 苦難を受けることは感謝だと語っています。感謝だと。ですから、神様の学ぶこのしめを学ぶことができます。悟ることができます。その結果、神様に感謝することができます。そういう時に私たちに、もっと多くの祝福によって満たしてくださるわけです。それを皆さん信じてください。愛する皆さん、感謝によって、苦菜を食べる皆さんとなることを、主の皆を持って祝福いたします。 そういう時に私たちの未来が神様の御手の中にあって勝利の祝福が与えられるということを信じる皆さんとなることを主の皆を持って祝福いたします愛する地なる神様感謝いたします今日も聖なる主の日私たちは神様の前に集わせてくださり信じる信徒一人一人 家族ととししてて神様の前に集ままって荷がなを食べるることができるよう導かれ感謝いたします私たちがこの苦難を食べるたびに神様の前に栄光を表すことができるよう導いてください。過去の過ちをもう二度と繰り返すことなく学んだ通りに実践し必ず勝利しまた祝福の道へと歩むことができるよう導いてください。 私たちだけではなく子どもたちにも同じ祝福を与えてください私たちがこの御言葉を代々に伝えていくことによって信仰が伝授され子孫万代神様をしっかりと信じる信徒となることができるよう導いてくださいまたすべての家庭職場また家庭において神様の恵みが満たされますように また、御言葉を悟ることができるよう知恵を与えてくださり苦難に対する態度が聖書的な正しい態度として神様の前に感謝を持って歩むことができるよう導いてくださいそういうことによって天の扉が開かれ多くの祝福によって満たされるよう導いてくださいすべてをなされることを信じてイエス・キリストのみによって感謝してお祈りします。アーメン